でね、今季初勝利へ大きな一発、宮崎が先制二塁打に続き今季2号ソロ、チームは開幕4連敗中。開幕4連敗中のデネイはいつか、本拠地横浜で巨人と対戦。宮崎敏郎内野手34が3回に先制打に続き、6回には貴重な追加点となる2号ソロを放った。自身でもぎ取った先制点に続き、力投する平に貴重な追加点をプレゼントした。1点リードの6回だった。先頭で打席に立った宮崎は、巨人先発左腕のメンデスが投じた3球目の123キロスライダーを強振。打球は一直線で左翼席に飛び込んだ。開幕2戦目の阪神戦以来となる今季2号に白い歯がこぼれた。初勝利へハマスタに歓声が轟いた。0-0で迎えた3回、先頭の佐野が2打席連続安打で出塁。ドラフト3位ルーキー林が犠打で送ると、3番宮崎がメンデスが投じた2球目130キロのチェンジアップを完璧に捉えた。打球は中堅フェンスに直撃し、2走佐野は悠々と先制のホームイン。宮崎は2塁ベース上でベンチの声に軽く右手を上げ答えた。宮崎個人軍。宮崎絶好調やな。上がりすぎだと思ったわ。やっぱ佐野宮崎頼りの打線だわう。これはいい追加点や。やっぱ宮崎って神だわ。今日の打順は良い。番長の1番佐野への執念を感じるし、1番佐野自体は全然悪い考えてはない。やはり先発がこんだけ安定すれば野球は必然的に勝てる。と柱変えたのも評価できる。外も外してみよう。怪我前から意識は濃かったけどなおさら勝ちたいという気持ちが伝わった投球。今永バワー大貫平と4枚揃えばなんとかなるかもしれないし逆に言えば他の先発は何してるんとなった。つうか、なんで伊藤に打たせるんだよ。太田とか大和とか戸柱とかいるじゃん。仕掛けが遅いよ。勝負どころの決め手が甘い。勝負どころが分かってない感じ。常に後手。宮崎アチアチすぎる。今年の宮崎調子いいな。この熊さんの安定感羨ましすぎるやろ。チャンネル登録よろしくお願いします。